目標を達成する方法が見つけられないなら、目標を高く設定すればいい。もともとのテーマとして、えっ、ー、と、皆さんと今日議論したかったのは。不可能、達成不可能と思える目標設定がなぜ良い。目標設定なのか。っていうことだと。今日。 結構難しい問題をやったんですね。だって環境教育アクティブラーニング考える子どもを育てるそれも抵抗勢力をどうやって乗り越えるか、えー、非常に、まあ、よくある問題で世の中で難易度が高い問題を実は解決したんですけどもまず皆さんに考えてほしいのは何でこれ解決できたのかってことです。 でここでちょっと考えていただきたいのは、実は目標が低いとどうなるかってことなんです。よく目標管理制度をやると、あの達成できた当たり前の目標をしたくなりません。ね、そうしないとまあ評価下がるからと思ってるんだけど、実は技ってあるじゃないですか。できて当たり前の技ってどうです。楽しい。 こう,こういう感じで、ね、できて当たり前だと例えば100本の輪投げがありますとここに目の前にあります絶対外すなって言われてずっとやり続けるってどうですかこれいやこれ普通ですよ実はね本当に苦痛なんですまさに拷問なと考えてもいいくらい苦痛なんですよ。できて当たり前のことをずっとやり続けることって人間は楽しくない合ってません でこのここが極めて重要な知,知見なんです。で低い目標を設定するとどうなるかっていうと例えばですけど典型的にあるのは部分最適の目標だけ設定すると。例えば自分の部署さえよければいいっていう目標設定したらどうですか高橋さん。どう部分最適の目標を周囲の周辺得られそう。 他の,し他のチームと仕事をしなきちゃいけない時どうですかですよね。もっとひどいのが自分最適でどう <laughs> 自分さえよければいい。だけどありませんキャリア思考ってやつ。自分のキャリアを考えて成果を出したいってやつ。そういう見え見えの人って意外にいません ちなみに私もそれの一人だったんですけど要するに何か成果足らないかと思って自分が成果足らないかと思って焦るわけですよで何とかしてやろうとするんですで時間も限られてからやろうとするこれ周囲の支援得られますかで大抵の場合は居酒屋で上司に呼び出されて大人になれって言われる <laughs> この指導も待てはずれどうですかねえ 自分のの目標だとと。周囲支援るかこれ得られないんじゃないでしょうかね低い目標だと周囲の支援は得られなくなるってこれ合ってません低低けければ低いほど周り助けよううと思うさて実はゴールドアッタカスはこういう知見を言ってるんです。目標達成を阻む最大の障害は目標を低く設定しすぎることである。 これゴールドアッー博士があの言葉をですね週に一遍月曜日にゴールドアッー博士の金言をいつも抱負してますけれどもその一つにあります「目標を達成する方法が見つけられないなら目標を高く設定すればいい」「そうすれば既成概念にとらわれない発想ができるのだ」「こういうもんだと思った瞬間に我々の発想って枠が広がなくて私の中で考えざるをえなくなる」「でも目標達成をする高くするとどうでしょうか?」 言うと、自分一人では解決できない、実現できないっていうことは明らかですよね。でも、高い目標に共感した志の高い人たちの支援はどうでしょう得られる確率は高まりません例えばですけど、これが地位の経営理念に合ってるって言ったらどうですか地位の支援は なるほどね。これ環境省の理念に合ってるっ,て言ったらどうでしょう文科省どうでしょうなるほどね。ちなみに今日内閣官房の方も来てますし <laughs> ちょっと応援したくなりませんかあれなってるってほら。<laughs> 実はね志の高い人の支援が得られる。 自分一人では達成できない目標でも達成できる可能性が高まる。当てませんかね。論理的にはこれ誤りはないと思うんです。で志の高い人って大抵の場合優秀な人が多いです。そういう優秀な人の支援が得られたらどうなりますかね。実はゴールドラッタ博士はこれを活用して高い目標を達成すること言って It's unbelievable to grow under the democracy sword of choose your goal in life. Otherwise, you will most probably waste your life. And choose a goal to be so high that you are absolutely, totally convinced that you don't stand any chance of reaching it because when you choose your goal in life you are judging of whether or not you can reach it by your current capabilities but the journey to try to achieve the goal is increasing tremendously your capabilities so in order for the journey not to stop in the middle make sure that you choose it so high that you right now convince that it's impossible 今回、まあ、学べることっていうのはあの達成不可動と思える高い目標の道のりの中でこそ自ららの成長が続けられる。なぜならば多くの高志の高いえ仲間と一緒にえ実は活動ができるから支援も得られるからどうでしょうかあの これゴールドラットってね実はねゴールドラットの名前なんですけどあの名前ねゴールドってのは金でラットは実はあのネズミじゃなくてですね本当は知恵なんです金の知恵って意味なんですどうでしょうあのこのお話金の知恵ありましたかそれ皆さんと月曜日が楽しみな会社にしたいと思いますどうもありがとうございました 最後に皆様にアンケートの記入をお願いしたいと思います私どもはいただいた内容を1枚1枚じっくりと読ませていただきながら今後の動画の改善や皆様からのご相談の回答などに活用させていただいておりますアンケートはこちらの QR コードまたは動画下のリンクからアクセスいただけますのでぜひ動画の感想や皆様のお困りごとなどをお寄せください今後もゴールドラットチャンネルをどうぞよろしくお願いいたします